ト編に続いて PSP 版ナイツインザナイトメアをもっともっと西田美穂が体験していきたいと思います。解説していただくのはローリング内澤さんです。はい、よろしくお願いします。はい、今回は応用編ということですが、はい、前に教えたのは基礎編です、はい、でもっと今回は掘り下げて紹介したいと思います。でもっともっと奥深いと。そうで、このゲームは、はい、イベントパートとバトルパートと準備パートと3つのパートに分かれてるね、はい、で今回はそれを1つずつ紹介しつつ、そのゲームの流れをですね教えていきたいと思います。はい、はい、イベントパートになります。イベントパート、はい、でここではこのキャラクターがいろいろこうやってまあセリフを喋ったり動いたりして、うん、そのお話を語ってくれると、ストーリー、このストーリーも面白いですよね。そうなんですよ、ね、このゲームの特徴ね、やっぱりそのこういうイベントシーンがすごいなんかこだわりがあって作られてて、グラフィックもそうだけどすごく細かく描かれたりとか、そういう細かいところをぜひ見ていただきたいなって気はしますね、うん。でイベントシーンでお話を見て、これからバトルに入りますが、はい、これまだバトル画面じゃないのね。 バトルする前のタクティクス画面っていう画面。なるほど。でここで、うん、まあ、武器、まあ、スキル、まあ、アイテムを、つけたりとか、うん、で敵の情報を見たりとか、うん、ってことをします、うん、はい、はい、バンズ、バンズ、はい、あと上の青い、そうですね、そいつはモーラ、女の子います、ね、画面の上の左右と下の左右、そこにスキル、はい、アイテムをつけることができます。バンズはウォーリアーなので、ウォーリアーの武器を選んでつけます。それにしましょう、はい、おー、okay、で、まあ、そこにまあ武器入れてもいいんですけど、はい、でここでちょっと重要な話をします。はい、はい、今キャラクターモーラとバンズいるでしょ、うん、キーアイテムっていうのを渡すと仲間になってくれる。へえ、知らなかった、うん、じゃあそのキーアイテムをじゃあここに置いてみましょう。例えばエンゲージング、あ、出てきた、モーラに関係あるアイテムのようです。はい、じゃあこれを入れとこう。はい、でも仲間にできる数は、まあ、このゲーム中100人以上、うん、すっごいいっぱいいるのよ。この辺で教えた通り、はい、ウィスプを動かしますと、はい、でまずじゃあモーラー仲間にしよっか。モーラ、はい、じゃあ、はい、右下のキーアイテム指輪、あ、エンゲージリング上のスライドを渡す、あ、渡してあげると、あ、とても綺麗で、これでもう OK、 戦闘終わった後に仲間になってくれる、約束してくれた、わー、やった、仲間が一人増えた、はい、じゃあ今度は敵を倒しましょうか。はい、あ、それ入ってるね、それ入ってない、ダブルアクセル、わー、いっぱい前が飛ってきた、あ、敵が入った、入った、 100% よし、離す、よし、あー、すごい、取って、これ取る、アイテムとかジェムとかを取って、あ、倒した、あ、倒したね、オッケーオッケー、左下のアイテムを取って、キャッ、お前これいいんじゃないの、やったー、おー、素晴らしい、倒した、下にチカ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 いろんな色が点滅してて、うん、でキルって書いてあるマークがあるでしょ、うん、キルって書いてあるマークを縦横斜め一列揃えればステージクリア、なるほど、となります。それでクリアになるんですね。そうなので、まあ、ビンゴゲームだよね、うんうんうん、あー、釣れた、あ、まあまあでも OK、 よいしょ、うまい、来た、はい、来た、お、うまい、 OK、 ちょっと面白いこと教えてあげようか。はい、三角ボタンを押してみて、ずっと、もっともっとずっと、はい、もっともっと、はい、OK、 で、ウィスプ動かしてみて、早いこれでじゃあチャレンジしてみる。で、ウィスプの速度、スピードも自分で自由に変えられるのね。これでちょっと弾よけようか。逆によけるのか、ちょっと早すぎて自分がどこにいるのか、あーあーじゃあ元に戻しましょう。バツボタン、バツボタン、ちょっとずつ押すと上にスピードってほらゲージあるじゃん、あ、こ
こですね。そこ、まあ、真ん中辺ぐらいがいいやつかな。あ、こんぐらいにいいですか。まだ早い。これでも早いですけど、いやもうちょっと速度落としてこのぐらいで、はい、で上手くなってくるとスピードマックスにして蹴りの球を避けたりとか、そうなんもうできるようになる。来た来た来た。バンズちょっと、左ちょっと待って。あ、来た。あ、それ来た。はい。どうだ。イエイ。おー。おー。どうだ。はい。はい。ちょっと。行きます。はい。OK、こうやって来たか。来たか。あれ。はい。どうだ、青。ball into the opposite unfortunate あ、入ってる。 It was a great kill! 下1列キルマークが揃ったのでステージクリア。おめでとうございます。やったー。ありがとうございます。私結構使い慣れてきましたね。楽しさがすごいすごい分かるようになってましたね。そう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 。でこの画面は何ぞやというと、はい、バトルパートとバトルパートの間に挟まれる準備パートと呼ばれる画面です、まあ、セットアップって書いてあるけどね。セットアップ。ここで何ができるかっていうと、まあ、アイテム、じゃあちょっと見てみようか、はい、アイテム、まあ、強くしたり統合したりとかいろいろここで準備ができますよと。一個の使い方じゃないんですね。そうそうそう。そしてもう一つお教えしたいのがこれユニットというとこ、はい、トランソール。トランソール、はい、これは仲間ユニットの魂を別の仲間ユニットに引き継ぐ。要は何人かキャラクターいるんだけどその魂を引き継いであげると、はい、そうすることで能力を強化することができる。で要は仲間にできるキャラクターは100人いますと。で仲間にするためにはキーアイテムを使ってそのキーアイテムを仲間に渡して仲間にする。で100人いるの でその中で、まあ、自分の育ったキャラを決めていろんな魂継承させたりして経験値を広げたりして育てることができると。なるほど。どう育てるかは自分次第、プレイヤー次第。なるほど、はい、じゃあ私のが育つんですね。そうです。それで最後のボスと戦うと。そうです。どんどん育てこう。でこれで一応ゲームの流れはこれで一通り終了 でこれ終わると次のステージに進みますよと。なるほど。でもバトルパート以外でも本当楽しいとこ盛りだくさんですよね。そうなんです。先のステージに進めば進むほどまた驚きとか発見とか、うん、っていうことが結構出てくるので、噛めば噛むほど味が出てくる目のような感じですよ。わかります。私もやればやるほど本当ハマってちゃって、ね、今すぐにでもやりたいですね。収録終わってからしてください。ぜひやります。はい、はい、皆さんもクリア目指して頑張ってください。はい、頑張ってください。